一人二人と肩寄せ合って三人暮らしも一まず狭いながらも愉快なお部屋樽を知ってる一まず一まずのお部屋ブンブン、ハロー YouTube。 ヒカキンさんじゃなくて、最近はブンブンとハエが飛ぶ。ブンブンブン、ハチが飛ぶ。バイ、村野史郎さん。最近、ハエがうるさいなーって。まあ、今は梅雨だから、実際に、5月のハエと書いて、うるさい、だから。え ?5 月って、なんか、爽やかなイメージやのに。爽やか、君に、愛人、フォーク、バイ、井上大輔さん。まあ、旧暦の5月だから、今で言う、6月のことだけれど。でも、ハエって、意外と文学的なんかな。馬車が崖から落ちるけど、ハエだけ立ち去る話とか、あるよね。ああ、横光利一さんの、ハエ。不条理な死を描いた、大正時代の、名作短編。それから、物質伝送機の中にハエが紛れ込んでいて、ジョルジュ・ランジュランさんのハエ、映画ハエ男の恐怖、ザ・フライという題名でも映画化された。ザ・フライ、グルメ映画、おいしそう。ハエ男か、あったよね。運の十座さんのハエ男、戦前の大大阪を舞台にした密室殺人事件。あいつはいつも素早いハエ男、バイ森高千里さん。ハエも意外と人気やね。うちもハエを極めたインフルエンサーになろうかな。ハエの方に、俺はなる、みたいな。なんか違うものをインフルエンスしそう。ハエの王なら、ウィリアム・ゴールディングさんの作品がある。ここでは、大悪魔、ベルゼブブのことだけれど。ハエでインフルエンサーになるのは、ちょっと無理があるんと違うかな。いやいやいや、そんなことないで。例えば、インスタグラマーに大事なのは？ああ、インスタグラマーに大事なのは。え、インスタグラマーに大事なのは？映え。ラララララ。